兼継、これよりはその際を天下のため存分に振るいなさい。はは、この兼継、命を懸けて上杉家の御ため、うろたえ者、主君のために国や民があるのではありません。国や民のためにならぬなら上杉すら潰せと。ええ、たとえ可愛い弟謙信であっても滅ぼしなさい。それが政に携わる者の義務、才ある者の責任です。しかしその厳しさの裏には必ず愛がなくてはなりません。わかりますね、兼継。はあ、胸に刻みまする。越後の龍上杉謙信はその軍略をもって甲斐の武田信玄、関東の北条氏康ら名だたる戦国の英傑たちと覇を競っていた。一方、自らを魔王と称し戦国乱世を席巻する織田信長はその矛先をついに北陸に向ける。天正5年、上杉軍と織田軍は加賀手取川で衝突。上杉の陣中には謙信の姉綾御前にその才を見出された若き新鋭直江兼継の姿があった。間に合わば魔をほふる謙信公の軍略にかなうものなし。第1話、手取川の戦い。愛の一字、戦場に刻む。敵が渡河を始めた。このままでは本陣が危険です。謙信は策を講じます。その間敵を引きつけなさい。謙信公、天下を脅かす織田軍撃退の奇策とは。ただ正しきを兼継、上杉の戦をよく学ぶのです。相手は謙信。この戦、ここらが引き解くじゃな。開門。我が軍略を見よ。そ進軍せよ。なんということだ。地形、天候、敵の動きまで読み尽くした見事な。目先の戦果でその真髄を見極めなさい。よくやりました。見事ですよ。ここは一旦下がり、決戦に備えん。下がれ。ここはお任せを。話し気を示してみせます。わけには参らぬ。
人相手に手こげんらしく。織田軍にも古めかしい武士が生きながらえていたとは。時代がわしを生かす限りは戦うまで。金さん、あなたにも分かってきたようですね。かかれ！ぬるき戦よ、火をつけ、油を注ぐ。熱い。このままでは。すぐにお助けいたします。家計に潜んだ今こそ好機。やけどにしよう。ぬるい。逃がさん、信長様の前で失敗は許されるのだ。軍神との死闘、楽しもうぜ。全部敵本陣を貫く。開門進め。信長の登場で戦況の空気も一変した。そのは魔王うろたえ者。あれは抗う者を力で抑える忌むべき戦。上杉の戦は常に立派な犠牲も全て。仲間を見殺しにした時の地平に何を期待するのだ。攻める。心に迷いがありましたか。愛に裏打ちされた戦、敗北は許されん。これがあの人のやり方なの。地獄を楽しみましょう。魔王の奥方と地獄で何を楽しめというのか。またお相手願えるかしら。敵将に義の鉄槌を下したぞ。
ウヌは何を望む？どのような困難や状況にも妥協も屈服もしない気概。あるか。この刃。魔を切らん。その気概、どこまでも貫くがよい。この天下のための勝利を喜ぼう。